よ。とっても眠たいです。今日は早起きでした。おはようございます。スプマンテさんありがとう。トトさんカッパイスありがとう。名前なんて読む？なんか変わってる。フラペチーノさんカッパイスありがとう。どうも皆さん、アバターゲットしてね。欲しい。でもイベント中だから欲しい。今は大事にしときな。みんなみんなギフト大事にして。あのイベント終わってもアバターはね10月ぐらいまで配布してるらしいけん、今は欲しいわ。イベントの子に取ってていいよ。アバターは逃げないからね。欲しください。どうぞ。福太郎さん、カッパアイス。大吉さん、カッパアイスは FE。鉄。かわいい。ありがとう。ダーソクさん、ハート。ありがとう。やっほー。アイスクリームです。アイスクリームです。え、ちょっとさ、みんなに見てほしい。いや、また今度見せます。今度見せよう。ふわふわ。初見です。おはようございます。おはようございます。おはよう。ずっと思ってたイメージ。見せない。なんでかっていうと今手持ちだから、配信が部屋で持ってやってるからさ、無理だった。見せたいやつあったけど。今愛知県にいます。昨日から愛知でライブしてます。今日も当日券あります。ダイヤモンドホール19時からです。ちなみに明後日も私は、明日じゃない、明後日じゃない、明日もいます。3日連続愛知でお仕事です。イエイ。コウさんハートありがとう。カメさんカップアイスありがとう。眠たいよ。メイク落としを忘れたから買いに行かんといけんのよ。やだー。メイク落としうなちゃんに借りました。昨日お風呂入るときに気づいて、え、私メイク落とし入れてないと思って、え、入れたはずだけどな、え、おかしいな、買わんくていいかな、入れたはずなのになかったの。入れてないってことだわ。おはようございます。おはよう。今日はね、やっぱ昨日お弁当で味噌カツとか食べたから目の開きがあまり良くなくて、あの夜のツアーまでにはむくみが取れて化粧が無事にできることを祈りたいと思います。とりあえず眉毛は描きました。眉毛さえ描いとけばどうにかなるので。モーニングは行きたかったけど、ちょっともうちょっともう眠たいからいいやって感じでした。あくびが出ちゃう。バラちゃん入った、ありがとう。おはよう。ある夜偶然はたんだ、思いがけず線路沿いの道で、ちょちょちょ、ひつまぶし。お、朝からすごい、すごい。パセの朝ごはんはグレープフルーツでした。よん。私もね、昨日帰ってきて配信終わってからニコ生見ました。ニコ生見たよ。ニコ生ぜひ皆さん見てください。おはよう。
オタク帰郷オタク帰宅ではないんだ。オタク帰郷ありがとう。今日も一日頑張って頑張ってください。パパみんなパって言ってパです。どうもパです。パコです。あーこれは今日の服はマウジーとカップヌードルコラボ着てます。もうねリハーサルの服って難しいよ。ツアー2日目頑張る頑張ってくる。今日は何食べようかな。アイスはねもうコンビニの。いや今日はアイス食べるかな、アイス食べるかなって感じです。今日はライブ終わってお腹が鳴ってる。お腹空いてんのかな。かゆかゆ。このシャツ私まだ3回目とかですよ着るの。多分ソラハさんがめっちゃ着てる。私はそんな着てないまだ。もったいなくて着れない。おはよう。味噌カツはもう昨日お弁当食べちゃったからもう今日は大丈夫かな。明日も私生配信あるからむくまないようにしなきゃいけない。昨日は天むすも我慢しました。差し入れのメンバー食べてたけど私は顔の作りが彫りが深いタイプじゃないからすぐむくんじゃんだ。おはよう。しゅんさんアイスありがとう。そうもう食べたんよ味噌カツ。お弁当美味しかった。めっちゃどこのお弁当だったんだろうか。なんかね味噌カツともう一個美味しいお肉が入ってました。タレのついたお肉。バラちゃんバラありがとう。今流行ってるバニラアイスプラス納豆、トルコアイスになるの。流行ってんの。初めて聞いたよ。朝鮮鮮毒ね。ちょっと怖いや。マッツさんカップアイスありがとう。おはよう。おはようございます。二度寝したいけどさ無理だよね。二度寝無理だよね。ホテルはお掃除があるけ寝たいけど。今日はあかりんさん、あかりんさんとココアさんがテレビ出るよ。名古屋の皆さん何時かだっけ。9時。あれもう出た。あれ何時から。ゆなーなーもういないです。バイバイ。ヨナヨナが帰ったらリネが来ます。ね、そう名古屋の番組明日 ST チャンネルあるんですけどね。明日 SKE さんと出るんよね。でね昨日ヨナヨナに言われて気づいたんですけど、なんか福岡の時は HKT さんとのその配信がライブの前の日にやったけん、それを見た HKT ファンの方も当日券で来れたけど、今回ライブの翌日にあるけん SKE のファンの方
それ見て行きたいと思ってももう終わっとるよねってうなちゃんが言っててね、確かにって、確かに確かに、あ、9時50分からか、9時10分かと思った。流星さんありがとう。スイッチか、まだだね、そのチャンネルにしとこう。今目覚ましがやってんのか。あかりんさんのサングラスデイズ聞いた。え、そうね、そっくりだった。おはようございます。イエーイ、なんかここが赤くなったんですよ、昨日から。やだな、今薬塗ってます、ここ赤いから。なんかニキビでもない謎のほっぺたみたいなのできちゃった。アニメのほっぺたできちゃったんです。照れてるみたいで可愛い。アダムダンさんアイスありがとう、ありがとう。前髪伸びてきてるな、さっきから前髪になんかね、このゴミがついててね、気になるんだよね。なんだこれは、取れない、住み着いているの、取れない。え、これゴミだよね、取れた、なんだったんだ。おはよう、県のツアー、あ、ツアーか、お互いツアー中か。この前福岡ね、連日だったよね。 STU の次の日が SKE さんがやってた。 ZEP 福岡、愛知が見に行ってた。愛知おはよう。え、栃木温泉宿に熊侵入、宿泊客とあわや遭遇だって。熊がホテル入ってきてるやん、宿に、室内に、物色しとるわ。栃木日光市、おはよう。びっくりだね、餌がないんかな。え、朝一で広島特集をしているだと。本当？そうなん？どこ番組表見つけれん、あ、見つけれなかった。え、ねえねえ、45分から英語でがんこちゃんってある。がんこちゃん英語なんですか？英語のがんこちゃんって。イノシシはね、え、クマ私見たことないよ、野生のクマ。イノシシとタヌキはあるけど、がんこちゃーん、どんどんずずん、がんこちゃん、どんどんずずん、がんこちゃん。カジノフォンテンさん断りです。がんがんがんこちゃん、ほら来たよ、どんどんずずん、がんこちゃん。頭に石のリボンをつけて、肩に葉っぱのポシェット下げて、学校を休んだ日に見るイメージのあるがんこちゃん。おはよう。今日もみんなイベント勢のみんな頑張ってください。何もしてあげられなくてもどかしいです。
野生のクマ。アイスイベ、そうなんだよね。アイスイベの気配を感じてるけど、みんなあの、もしアイスイベが次あっても大丈夫です。もうみんなが美味しいアイスを食べて熱中症予防してくださいの気持ちなので、皆さんアイスイベのお知らせがあってもあのガチらなくて大丈夫です。いいですか皆さん、聞こえましたか。アイスイベの気配を感じてはもうあの美味しくリアルアイスをみんなが食べてください。おはよう。承知した、承知いたしました。嫌です言われた、嫌ですって言われたよ。そう、みんなが美味しく食べたらいいんだよ。そうなんだよね、アイスイベントの足音が聞こえるんだよね。そうなんだ、ピンチ。みんなが反応してしまう。でも大丈夫なんだ。いいか、我々にはアイスクイーンという称号があるんだ。雷鳴ってる、雷鳴ってるからみんなおへそ隠してきてね。あれ今日からなの？え、そうなの、アイスなんかね、アイスクイーンとかのやつじゃないやつよ。なんかあるんですよ、アイスもらえるようが。あれ今日からな。でもあれはもう大丈夫だから、みんなみんなみんなのお財布が薄くなっちゃう。みんなの口座とお財布が薄くなるから、たくさん、冬が近づいてくるんだから、みんないっぱいいっぱい貯めときなね。全達成すんのかな。いやでもみんなガチロートするから。アイスクイーンに連れられてきました、こんにちはじゃなかった、おはようございます。今日は愛知でツアーなのでホテルにおりまして、ちょっと手持ちで画面ブレブレで申し訳ないです。パパだよパって来たらパだよって毎回言っちゃうね。そう、10月末までです。朝ね、あの X に投稿するときにチェックした。でもこのショールーム開いたら出るサムネみたいな、あのなんていうのでっかいやつはあと少し、昨日から私始まってリコチがもうすぐ始まるです。多分私が先にやったのはさ、リコちゃんがイベント中だからかなと思ってかと思っているけど、たまたまかな。イベントが終わったぐらいからリコちゃんのやつに変わるので、今のうちに見といてください。カチ割りさん、レインボースターありがとう。あ、9時20分あ、1日限定なのあれって。そうなん、え、そうだったの、え、嘘。そ、3日間で餃子食べたら痩せるのかで結果痩せてた。え、マジ300個、3日間で300個って辛くない？結構。お、アバターゲットしてくれてありがとう。え、ミキヤくんハートありがとう。みんなパーコ、そろそろ配信終わるね。アバターいただきました、どうぞどうぞ差し上げちゃいます、どうぞどうぞだよ。そちゃん星が投げきれん、
私もさ、みんなどうやって投げとんやろうと思ったんよ。スマホ勢は厳しいってこと？パソコンだったら投げれるけどってこと？バラちゃんハートありがとう。じゃあそろそろ終わろ。壇上見ます。13位マウナさん、12位シュンさん、11位大吉さん、10位スプマンテさん、9位おだしさん、8位 BVE さん、7位ハッテンナ、文字化け、これ文字化けさん、6位ジェリーさん、5位ダーソクさん、4位カジノフォンテンさん、3位カメさん、2位ミツさん、1位ジュノラゴさん、ありがとうございます。朝からありがとう。みんな今日もあのツアー配信あるけん、ぜひぜひご覧ください。ぜひ見てほしいなと思います。髪型はお楽しみに、まだ未定です。バイバイ。